まあやはり家族に対して今まで今も信じてくれていてありがとうと言いたいです。大宮駅入り口30分ほどで記者からの質問がつき、会見はそのまま終了。来週13日に3回目の公判を控える中、片山被告は満足げに裁判所を後にした。桜木町4丁目、今回の保釈をめぐっていろいろ動きがありました。はい、東京高裁は片山被告のパソコンは押収されているため証拠隠滅を図る恐れは大きくないとして、一旦保釈を許可していました。はい、そして検察側はこれに対して不服申し立てを行っていて、一旦執行が停止したんですが、その後手続きミスが判明しました。これによって、東京高裁は改めて5日にですね、執行停止を求めたんですが、高裁はこれ以上勾留しないと判断し保釈となったわけです。片山被告の母親が1000万円の保釈保証金を用意したということなんですが、今回の保釈に対して元検察官で弁護士の住田さんに聞いております。今回は検察側に厳しい判断が下った、証拠隠滅や口裏合わせをする恐れがあるため全面否認している被告の保釈は認められないケースが多いそうです。今回は極めて異例だとしています。まあ、これ僕なんかもそのパソコン詳しくないんで、これは難しいですね。非常に複雑になってますよね。実態がわからないだけあって、解明するのはなかなか難しく、曖昧なのが怖いですよ。なんか遠隔操作されることもその可能性としてはあるんでしょうね。神落合9丁目、神落合9丁目みたいなのがあって、捜査側もやはりこういうことには詳しくなかったっていうのは露呈した時点ではありますよね。まあ、その後のやっぱりサイバー犯罪とか